一般財団法人食品産業センターの笹毛と申します本日はお時間いただきましてありがとうございます1月に公開しました食品添加物早見表の方をご紹介させていただきます食品産業センターでは令和3年度補正予算で、えー、加工食品の国際標準化事業において輸出先国地域の規制やニーズに対応した加工食品への 支援としてて課題解決を行っております本年度は輸出先国における食品添加物や食,、えー、食品安全、容器包装などの海外規制、えー、食品産業への影響調査、輸出先国で認められている食品添加物、包材、容器の開発支援等を行ってまいりました。えー、加工食品の輸出課題としては えー、添加物の課題として国や地域ごとの定義が異なるため日本で使用している添加物天然の着色料や原料として使用した場合商品の輸出ができなくなってしまうことや輸出経験が少ない食品事業者の課題として海外の添加物規制の情報収集の仕方がわからないという声がありました。そこで食品産業センターは 日本食品添加物協会様、えー、とご協力のもとで、えー、輸出先国の規制調査を行いましてすぐに使用可,可否判断ができる海外食品添加物早見表の開発を進めてまいりました。えー、昨年6月、えー、GFP セミナーでパイロット版の、 を公表させていただきまして、えー、食品産業センターのホームページで事業者のモニターを募集し、えー、パイロット版システムをご利用いただいて、えー、アンケートを、えー、答えていただきまして、いつ一部回収し、えー、このたび海外食品添加物早見表を、えー、公開させていただいております。えー、今回は、えー、この公開情報を 上位10カ国、地域を対象としておりまして、えー、着色料83品目としております。それでは、えー、早速、海外食品添加物早見表をご紹介させていただきます。えー、URL で、輸出規制 .com、または食品産業センターのバナーのこの窓、この窓、 海外輸出規制プラットフォームから入ります海外輸出規制プラットフォームのトップページには、えー、ご覧のようになっておりまして6つの窓の左側に今回の食品添加物早見表が入,入ります。ご利用 ご利用規約をご確認いただくようにお願いしますそしてご確認いただいた後トップページに戻ります海外規制プラットフォームのトップページでは、えー、画面を下にスクロールしますと失礼いたしました 海外あ利用規約はこのようになっております。トップページに戻りまして、えー、海外規制プラットフォームのトップページに再び戻,戻りました、えーと。下へスクロールしますとこちらのページに新着情報が公開されます。えー、そして海外規制プラットフォームのシステムの使い方をクリックしますと、 えこちらのシステムの使い方の PDF が開きます。PDF で目次が開き、ページに従って操作を確認することができるようになっております。それでは早速、海外,規制プラ海外食品添加物早見表に入ります。ウェブ公開版はこのようになっております。 前回の6月公開のパイロット版と比較しますと表示形式がシンプルになっております変わった点につきましてはプルダウン選択機能の付与により入力をしなくても国地域の選択添加物の選択ができるようになっております前回は Google サイトで制作をしておりますので枠が固定されており横スクロールで見なければなりませんでしたが10カ国の地域 国とと地域をすべてて見るることができるようになっておりますまた、使用者アンケートで事業,所から事業者様から一,般一覧表に品目の番号がありますと、〇×が分かりにくい、表が見にくいというようなご意見をいただきましたので、シンプルに〇と×にして10か国表示ができるようにしております。また、こちらで並べ替えの機能を加えております。 まずは、えー、例えば国、地域の選択についてはプルダウンメニューをつけております用途につきましてはただいま着色料のみで,ですのでこれから、えー、選択肢を、えー、狭めていくことができるようになっております添加物名もプルダウンですべて選択できるようになっております。 縦スクロールで全ての添加物を選ぶことができます。また、キーワードで検索することも可能となっております。プルダウンで、えー、全件を検索することができます。そして、キーワード検索も可能となっております。例えば、ここのようにフラボノイドと入力すると、関連する添加物が全て表示されます。注意点としましては、各国規制により、 検索の際にヒットさせるのが難しいということがあります。例えば、韓国の法令上、使用不可食品が詳細ページに記載されているので、ワードを入れて検索をしますと、使えなくても文字がヒットし、関連するものとして表示されます。次に、早見表から各国の個々の詳細ページに入ることができます。使用可能国をクリックすると、 このようなレイアウトになっております。また、取扱説明書については、すぐに見に行くことができるようになってます。食品産業センターで開発した6月の公開版では、情報のびが 掲載されれてておおりりまましたけれども、えー、詳細画面ページはこのようになっております公開版の詳細ページは 1, 1ページをスクロールしながら全体を確認できることができるようになっております。パイロット版では一般一覧表のところに掲載していた品目番号、 は詳細ページの中にに表示することに変更しておりますまた、詳細ページが何百ページもございますので開いた画面のすぐにどこの国何の添加物なのかが分かるように国地域名添加物名が分かるようにフォントを大きくしておりますまた取扱説明書は詳細画面からすぐに見に行くことができるようになっております。 こちらをククリックします取扱説明として各国、地域の法令に基づいて情報が収載されておりますので国ごとの法令の表記の方法が異なることからアメリカのあ異なることやアメリカの州法に対応していないことなどが記されております。また EU 中国タイベトナム 合州につきましては、食品ごとの使用量の上限が記載されていることなどが説明されております。また、取扱説明書内に各国の情報情報記載方法、各国での食品分類がわからないというお客様食品事業者のご意見を反映しまして、えー、食品分コーデックスの食品分類のリンクを添付しております。 また、食品添加物協会様に、えー、執筆いただきました各国・地域の食品添加物法規の解説版を主催しております。そして、詳細画面に戻りますと、えー、皆さんは食品ごとの使用基準の情報を、 見ていくと思いますが、国によって異なりますが、ワード形式の6ページから8ページほどの情報量が掲載されているものもございます。情報をすぐに検索できるように、PC 機能を利用したページ内検索によりハイライト表示をすることができます。このように、コントロール F で例えばチーズと入力すると、このようにハイライト表示されます。 また各国地域ごとの添加物情報の出店先をこのようにえ出店元のデータとなるえーページをリンクをつけてございますえ情報更新された時には直接ユーザーが確認できるようにしておりますリンクの URL をクリックすると各国地域のページへリンクし閲覧することが可能でございます またすべての情報は公開前に日本食品添加物協会様でえ内容の研修を実施させていただいておりますまた海外食品添加物添加物早見表は外出先で皆様がお手持ちのスマートフォンにでもえ画面を簡単に見ることができますえ使用可否が簡単にご確認いただけます トップページは比較的綺麗にあの見ることができます、えー、選択もスムーズにできるかと思います、えー、こちらは参考までに iphone 10、えー、se android で見え方を表示させていただいております1月公開版は83品目でしたが来年度は乳化剤や甘味料調味料などの情報掲載を検討しておりますので情報を 充実させていただきたいと考えております。なお公開後の1週間、えー、1月のアクセス数は28,757回でございました。ユーザーあたりのビュー4.3回となっております。えー、食品産業センターのハサップのホームページが、えー、年間1000くらいになりますので、プレスリリースと あと、えー、新聞などの掲載によりまして、注目していただきまして、えー、アクセス数をかなりいただいております。まだ公開から1ヶ月ですが、これから早見表のほか、食品添加物、容器包装、食品安全などの規制情報を掲載して、えー、用途を拡大させ、活用いただけるように進めてまいりたいと思います。本日はありがとうございました。